引き子森尾さん、今年50歳になる引きこもり歴25年の男性です。収入は80歳になる母親の年金だけ。外出はほとんどせず、毎日自分の部屋の中でダンスやゲームをして過ごしています。森尾さんが大学を卒業した当時、日本は就職氷河期と言われ、なりたかった公務員試験に合格することができませんでした。何年か非正規で働いた後、森尾さんは引きこもりとなってしまいました。そうですね、やっぱりタイミングが悪かったっていうのはありますよね。その停滞にね、その時につけなかった、愛外のある手ごとにつけなくて、もう自分は高いか人と耐えてないだからと、はぁというふうには思いましたが、やっぱり雇用が形態が不安定だと、やっぱ自分の定点も不安定になっているのは誤ってて、朝起きて行こうと思うと行けたくないっていう気持ちが出てくる。通り感の仕事となると使えまとね、使えたくないって、この土地になって新しいとこに入って怒られたくない、では自分のプライドが切るときまとね、そのプライドが切るとくと手のっかなということにはなりやすいのかな。それは中高年になればなるほど、それはなかなか難しいのかな。国がどういう中高年の引きこもり対策の担当地で、支援の後地でくれなってぬのかなっていうのは誤ったね。